在言の侵略は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第9シリーズ第7話。2015年10月31日に BBC1 で初放送された。脚本は、ピーター・ハーネス。監督は、ダニエル・ネサイムが担当した。11月7日に放送された、在言の逆転との二部作の前編である。本作では、50周年記念スペシャル。 ドクターの日で締結された変身ウェイリアンの罪言と人類の平和協定が破られる。人間の陰に隠れて暮らしていた旧神派の罪言が放棄し、罪言の上層部を乗っ取って現在の地球への侵攻とユニットの無力化を開始する。異星人のタイムトラベラー12代目ドクターは平和を維持するため再びユニットと罪言を調停させようとする。4代目ドクターの 在言の脅威での出来事が本作では言及されている。ケイトは前回の在言による攻撃が1970年代か80年代にあったと述べているが、これは3代目ドクターと4代目ドクターがユニットに協力していた年代が正確に設定されていないというメタ的な理由による。ケイトは対在言用神経ガス Z67 開発の 協力者として4代目ドクターのコンパニオンであったハリー・サリバンに言及している。ケイト曰く Z67 はポートンダウンで秘密裏に開発されたが、この場所はハリーの居場所としてデスブリッジ・スチュワート淳賞がモドリン・アンデッドで言及していた。ドクターの人、天国での詩での登場に続き、本作の二人のオズグッドは以前のドクターの要素を持つ衣装をまとっている。 4代目ドクターのスカーフに加え、一方のオズグッドは11代目ドクターのものに似た、蝶ネクタイを、もう一方は7代目ドクターの着ていた、クエスチョンマーク模様の服を着用している。また、どちらのオズグッドの襟にもクエスチョンマークがあしらって、あるが、これは5代目ドクターと6代目ドクターに共通する特徴である。なぜ、 クエスチョンマークのモチーフをもう使わないのかとオズグッドが12代目ドクターに問いかける際にはドクターはパンツがクエスチョンマーク模様だと答えているユニットの施設内には初代ドクターのポートレート写真が飾られているドクターは過去に財イにキスをしたと述べているがこれはドクターの日で10代目ドクターがエリザベス一世とキスをしたことを指しているドクターが 臨時の世界大統領になり大統領専用機に登場するというスタイルは天国での死で登場した。ドクターが自己紹介した際にイエ s We know o you are と返されるのは先代のイギリス首相ハリエット・ジョーンズの自己紹介の際のお約束を踏襲している。ドクターはオズグッドがザイゴンと人類のハイブリッドであることを示唆している。ハイブリッドのストーリーアークは 魔術師の弟子、魔法使いの友と、死んだ少女及び、生き続けた少女から継続されている。冒頭でドクターは賛美歌、アメージングフレースを、エレクトリックギターで演奏する。クララは、ボードゲームトリビアルパースートで勝つために、曖昧な事実を記憶するようにしていると述べている。また、彼女は、トリビアルパースートのための知識を持っていたために、トゥルース・コンセクエンシーズのが、 同名のテレビ番組、トゥルースをアコンシクエンシーズにつなんでいることに気づく。ドクターは、ドクターディスコとして、自己紹介しただけでなく、パーラメントの曲にちなんで、ドクターファイケンシュタインとも自己紹介する。アプリシエーションインデックスは82、タイムシフト視聴者を加算した視聴者数は576万人に、上った。ザイゴンの侵略は、肯定的なレビューを受けた。 特に称賛された点としては、オズグッドのキャラクター性、終盤のクリフハンガー、エピソードを通した政治的テーマが挙げられる。デイリー・テレグラフのティム・マーティンは本作に星4つを付け、特に、オズグッドのキャラクター性について、真面目で、基地に富み、臆することのないスーパーファンと評価した。ニューヨークマガジンのロス・ルーディガーは、本作に5つ星を付け、2010年の ゴッホとドクターがうつ病に取り組んで以来、間違いなく最も重要なドクター風のエピソードになったと述べた。彼はオズグッドを論拠としてハーネスの脚本を称賛し、ザイゴンに対しても率直に言ってかなり恐ろしいと評価した。また、コンパニオンのクララ・オズワルドがすでにザイゴンにすり替えられているというひねりについて最大の勝利だと高く評価した。 イグンのスコット・コリューラは10点満点中7.8点をつけ、オズグッドのキャラクター性とエピソードに隠れて様々な問題を提起する難民のテーマを称賛した。インディワイヤーのケイトウェル氏は本作に最高評価の A を与えた。彼女は本作を古典的だと評し、政治的なメッセージや役者の演技及び不気味な子役を称賛した。政治的なテーマについては、 移民の議論の間の類似性はここでは正確には捉えられないわけではないが、気にすることができないほどよく描かれていると述べた。ザ・エ v クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を B と評価し、このエピソードは来週の物語のための準備のペースが整然としている。しかし、それは問題ではない。特に教会の前でのヒッチリーの母親との睨み合いをはじめ、 結出したシーンがたくさんあるからだとコメントした。彼は本作が次話への期待を生み出しているか、そして次話が二部作の後編でなければ到達できないことを探求しているかを自問自答し、イエスだろうと述べた。ありがとうございます。